皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。斉藤知事のパワハラなどの疑惑をめぐり、先週19日、兵庫県議会で不信任決議案が全会一致で可決。斉藤知事は29日までに議会の解散、または辞職をしなければ失職となる。ライブ動画、斉藤知事今日26日午後3時から会見、身体発表カースが事実上、 決断のタイムリミット会見開始まで、今週の知事発言、振り返り。25日午前の会見で斎藤知事は、自分としては平日の中で、自分の考えが固まった時に説明をさせていただく。県政を改革する思いは変わらないと発言した。知事の決断の期限は29日、日曜日までだが、土日にかかるため、27日、日 金曜日が事実上のタイムリミットとなる斉藤知事の決断について「関西テレビ循環ライブ取れたて」に出演した橋本哲氏は「出直し知事選は邪道中の邪道」「斉藤さんが知事をやりたいなら議会解散すべき」と話した「橋本哲氏斉藤さんとしては知事をやり続けるのかやめるのかこの2択なんです」 僕は辞めるべきだと当初から言っています告発者潰しというのは絶対にやってはいけない権力行使だから絶対やめるべきだと。ただ斎藤さんがもし知事をやりたいというのであれば巷で言われてるような出直し知事選じゃなくて議会解散すべきです。不信任を知事が突きつけられた場合に対抗策は議会を解散して。 過半数を自分の味方につけて、知事の延命というか知事職をやり続けることができるんです。議会の半分を味方につける自信がないんだったらやめるべき。橋本哲氏、出直し知事選は邪道中の邪道なんです。だって出直し知事選をやって、民意を受けたとしても、議会の構成は変わっていないわけですから。僕は出直し知事選という邪道なやり方ではなく、 斉藤さんはある意味法律というものを遵守して、ここまで辞任ということをやってこなかったんだから、不信任を突きつけられた場合、議会を解散して半分味方につける。これは難しいけれど、それをやる自信がないんだったらやめるべきです。出直し知事選をやるんだったら、このタイミングじゃなくて、もっと前の段階でやっとけばいい。このタイミングで出直し知事選は邪道だけど、 おそらく99%のコメンテーターは、出直し知事選と言っていると思います。橋本哲氏、議会を解散しても、僕が政党を作ったように、味方を議会の過半数擁立しなきゃいけない。それは斉藤さんできないはずなんです。だから悩んでいると思うんだけど、それができないぐらいだったらもうきっぱりやめるべきです。知事選で約18億円。 県議会選で約16億円の選挙の費用がかかると言われていて、その点に抵抗を感じる兵庫県民もいる。橋本哲氏、議会を解散して、斉藤さんが過半数を取れない場合に、2回目の不審が出るともうやめなきゃいけない。だから出直し知事選は邪道中の邪道だと思います。斉藤知事はどんな決断を下すのだろうか。関西テレビ、循環ライブ取れたて。 2024年9月25日放送どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。